皆さんお疲れ様です。自分ですね、今ちょっと今日仕事やったんで気づかんかったんですけど、いや、夜ですかね、プーチンさんの方が侵攻が始まったみたいですね。ちょっと大変なことになりました。うわー、どこまでの進行で終わるのかがですね、無事に何も大変なことならんかったらいいなと思ってるんですけど、で今自分もですね、ちょっと、株の方とかちょっと見たら、もう為替もう大暴落してるっていう状態です。で、株の方が、ちょっと戻ったのかな、600近くまでさっき言ってましたけど、でゴールドもすごい伸びてますね。石油もですね、すごい上がりますね。石油は上がって、ゴールドも上がって、恐怖指数がぐーって上がってますね。はあ、すごい。で、今見たらですね、ドル、ウォンが、また1200を超えたっていうことですね。で、こういう記事を見てるんですけど、進行、どこまでやるのかってことですね。いや、ちょっと記事見て驚いてるんですけど。で、なんか、ツイッターの方もさっき覗いてみたら、なんか爆発音が聞こえるとかも出てるし、まあ、これがいつのなのかどうかはちょっとまだわからないんですけど。いや、どこまでね、ちょっとなるのか、自分もですね、用心しながら、確認取っていきたいなと思います。いや、ちょっといろいろ考えてしまって申し訳ないですけど、大丈夫かな、仕事がと思って思ってるんですけど。ほら、中国、これでしょ、台湾問題もですね、ちょっと心配します。どさくさ紛れてね、中国が、これの心配もあったですね。何もなければいいんですけど。理由は立つもんね、その平和維持軍とかいうのも入ったんやったら、中国も真似してね、自分たちの台湾はものだって言ってるわけですから、平和のためにっていうことでね、理由は立つもんね。同じような、プーチンさんと同じようなことを言ったら、ほら、もう6分前に、ミサイル攻撃、司令部に、首都に、ウクライナの首都に飛んでますね。ミサイル攻撃、ロイターが言ってますね。ちょっと、自分なり、ちょっとまた仕事戻らないといけないんで、一旦切ります。ありがとうございました。